なおもりミュージックチャンネル。まあね、今日初合わせだからそんな感じでどんどんクオリティが上がっているできる範囲で、はい、行きましょう。はい、やっぱあれぐらいですよね。行きます。私の右隣にいるのがマミアンです。そして左隣にいるのが
ミヤマスルです。はい、ということで、あ、そうか、皆さんから見たら左で右か、まあいいや、どっちでもいいんですけど、はい、ということで、今回はですね、バイオレット・エヴァーガーデンの挿入曲をいろいろと3人で吹いてみました。いかがでしたでしょうか、はい、どうやった？いい曲多いよね。いや、めっちゃいい曲多いでしょ、うん、多分ね、もうドラマティックなね、もうバイオレンスな感じでね。バイオレンス。バイオレンスなところも、そうそうね。そう、戦闘のね、シーンとかもあったんですけど、はいはい、っていうのがね、私がバイオレットエヴァーガーデンがほんまにめっちゃ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 好きなんですよ。めっちゃ好きなんですよ。とにかく好きなんですね。もう本当に布教活動をしているんですよ、常に。で、なんかやりたいなと思ってて、そのバイオレットエヴァーガーデンのオープニングとかエンディングをカバーしてる人はいるんですけど、挿入歌をカバーしようと思った人は多分この人たち初めて。しかもトランペットでやるんかいっていうね。世界初。あれ全部弦楽器の曲なんですよ。ね、シャープがね、いっぱいでしたね。そうそうそう。ほんまシャープ6つとか、シャープ5つとか、どんだけシャープつくねんっていうね、感じだったんですけど、楽しかったですよね。楽しかった。結構クラシックっぽいから、私たち元々の専門がクラシックなので、割とイメージにしっくりくるんじゃないかなと思いました。またね、こんな感じでいろんな曲をカバーしていきたいと思います。そしてね、私もバイオレットエヴァーガーデンが大好きすぎて、明日ね、全然関係ないんですよ、このチャンネルには。でも私には歌いたいんですよ、バイオレットの曲を。で、道しるべじゃない曲を歌いたいと思っています。さあ、何の曲を歌うんでしょうかということで、明日までのお楽しみということで、ね、歌の動画も興味ある人、よかったらぜひ見てください。この動画が面白かったよっていう方は、高評価ボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、モリーナーでした。そしてマミヤンでした。ミナマスでした。はい、じゃあね、みんなバイバーイ。ナオモリミュージックチャンネル。 Hello everyone、 皆さんこんにちは、モリーナオです。モリーナオミュージックチャンネルでは、トランペットレッスン、演奏動画、さまざまな音楽活動について配信しています。 No Trumpet, No Life!